じゃあ出来上がったこの秋のきのこパスタを盛り付けていきますね。ドロッとこう。はい、こんな感じで盛り付けました。きのこたっぷりですね。そしたら最後に上にこう海苔を刻んだの、刻み海苔ですね。それっぽく。こんな感じに乗せて。はい、完成ですね。はい、キノコパスタの、秋のキノコパスタの完成です。こんな感じですね。こんな感じです。キノコがたっぷりと、あとこのスモークサーモンがね、いいアクセントになりますね。スモークサーモンね、そこそこ高いんですけど、入れると入れないので、結構全然違う。普通の鮭よりは全然香りが違うので、そこは入れた方がいいかなと思います。こんな感じですね。さつま揚げも入れて、フューチャリングモネちゃんって感じで。上からだとこんな感じ。横からだとこんな。具沢山ですね。キノコたっぷりですね。美味しそう。じゃあこれいただきます。いってみます。はい、こういう感じでできました。具沢山で。秋のキノコパスタですね。これをいってみますね。いきます。うん。うん。すごい。秋の香り。いいですね。スモークサーモンが効いてんだな、これ。うまい。うん。キノコも、こう、たっぷりでね、いきますよ。うまっ。キノコがいい。うん。もう、秋を食べてるって感じですね。いいですね。では、この、あざひだりでいきたいと思います。冷たくてうまい。昨日はちょっと鳥の市でね、外行ってたんで、お昼は作れなかったんで、外で食べちゃったんですけど、たまに外で食べるのもいいですけどね。やっぱ自分で作るのも格別ですよ。バターの味がいいですね。バター醤油最強ですよね。うまい。ということで奥さん、今日は秋の味覚のね、キノコをふんだんに使った、秋キノコパスタフューチャリングモネちゃんでも作ってみました。ぜひね、なんか季節を取り入れるものもね、やりながら一緒に料理楽しんでいきましょうよ。ということで、また語ります。テレビ千鳥、猛烈ラブコールに親友佐藤健が動く、今日本で一番面白いだそうです。そういう、まあ、記事ですね。なんかどういうことかってちょっと読んでみたんですけど、まあ、テレビ千鳥で、やっぱ今、親友じゃないですか。たけるくんとノブさんって。テレビ千鳥のコントの中でも、コントっていうのかな、まあ、そういう、お笑いの中でも、こいつ図をオマージュしたようなものもやると。まあ、そういうのもたけるくんと仲がいいから。っていう、たけるくんも、テレビ千鳥放送15分前に公式 LINE で、今日のテレビ千鳥見た方がいいらしいみたいな告知もしてると。それで、あと、もう一つの千鳥の番組、いろはに千鳥ってやつか。それで、イベント、公開収録イベントで、ノブさんが、ノーギャラや現地集合、現地解散でいいので、本当に出たいと言ってくれてるって、佐藤健君が言ってたって話をしてたってことなんですよね。まあ、本当なのかどうかはちょっとわかんないですけどね。それで、健君も集合で、あれの第一弾も超面白いから、ノブさんのやつですね。見てほしいですと。今日本で一番面白いテレビ番組だからっていうことも言ってたと。ただ、テレビ千鳥自体は視聴率がすごい悪いみたいなんですよね。初回は 6.0% で 6% は、あの時間帯で 6% はいったんだけど、2回目以降は右肩下がりと。民放で最下位の数字らしいんですよね。で、だからコアなファンは多いみたいですね。で、まあ、そんな状況なんで、本来は呼べるはずもない格の俳優、まあ、佐藤健くんを誘致できるとなったら、局にとって非常に美味しい話だと。佐藤本人も非常に出たがっている。本当に出たいのかどうかわかんないですけど、本人も非常に出たがっているし、今回のパロディ回も反応してくれていると。意外とコラボも夢でないかもしれませんっていうようなことを話す人もいると。ただなんか、今のタケル君だと謎解きやったら出そうな感じもしなくもないかなってちょっと思いますよね。昨日の嵐に仕上がれでも、すごい生き生きしてたし、
あれはすごいなと思いましたね。なんか、たけるくんのその謎解きの能力っていうんですか、ちょっとね、あんなにすごいって思わなかったですね。もう、プロじゃんって思いましたね。なんであれがあんなにすぐに謎解けるのっていうのが、ただ単にすごいっていうか、まあ能力ですよね、あそこまで行くとね。ね、謎解きってなっちゃうと、まあ、たけるくんに触れてるファンの人だったら謎解きっていうイメージはなんとなくつくんですけど、世間一般からすると謎解きって何ぞやって話じゃないですか。神木隆之介くんが、で、ゲスト出演してた、金スマですか、金スマでも、謎解きの話になった時に中彦が謎解きみたいな。謎解きって何みたいな感じだったじゃないですか。そんなもので遊ぶのみたいな感じの話をしたから、まあ多分世間一般的にはそういうイメージだと思うんですよね。うん、僕もその謎解きっていう、松丸亮吾くんが謎解きの会社をやってるって言った時点で、そんなの会社として成り立つのっていう思いが一番最初にあった。実際にああやって、たけるくんとかがやってるのを、まあ見ると、あ、こういうことなんだっていうか、まあこういうのはハマる人もいるんだろうなっていうような感じもすごい分かったので、謎解きとかであれば面白いんじゃないかなと思ったし、あと昨日の嵐の仕上がりを見た時に、たけるくんが謎解きやるようななんか番組一個あってもいいんじゃないのかなってちょっと思いましたけどね。うん。まあ YouTube だったりとかそういうとこでもまあやってますけど、それよりは、民放キー局であれやったって全然僕はいけんじゃないのかなって。それぐらいのエンターテインメント性があったなってちょっと思ったんで、まあそういう面ではね、テレビ千鳥でやったら、まあ視聴率のね、稼ぐのにちょっとはプラスになるんじゃないかなって単純に思いました。まあそんな話です。ではでは。